オスラービアは、ロシア帝国の建造した戦艦で、ペレスベート級戦艦の2番艦。ロシア海軍では、艦隊装甲艦に分類された。艦名は、クリコボの戦いにおける、ロシアの英雄、ロジオン・オスラービアにちなんだもので、1874年に、除籍された先代のフリゲートから受け継いだ。艦名は、同系艦のペレスベートと対になるものである。日本海海戦で戦没した。 最初の戦艦となった。オスラービアは、ペレスベート級戦艦の2番艦として1895年度の玄関計画で発注された。1895年11月22日に、サンクトペテルブルクの深海軍交渉で、寄港、1898年10月27日に、浸水し、1901年8月に竣工した。建造費は11.34ルーブリであった。 しかし計画の排水量を大きくオーバーしてしまった影響で実際に稼働できるようになったのは1903年夏頃であったという日露戦争開戦直前オスラビアは防護巡洋艦アブローラなどを伴いバルト海から旅巡へ向かう航海の途中であったが故障などで地中海に釘付けとなっていたその頃ちょうど日本海軍の心臓装甲巡洋艦であるカスガと 日清がイタリアから日本に向けて航海していたため、お互いに警戒し合う状態となっていた。スエズ運河を越え、航海にまで達したものの、そこで海戦となり、旅順への合流は不可能として、バルト海へ呼び戻された。そしてオズラビアは、ウラジーミルベール大佐の指揮の下、第二太平洋艦隊に編入され、第二装甲艦隊司令官、ドミトリー・フェルケルザム海軍少将,将が上官する機関と、 なった。オスラービアは艦隊の中での法術部門における優秀艦に選ばれた。オスラービアは第二装甲艦隊所属となった戦艦、シソイベリキー、ナバリン、装甲巡洋艦、アドミラールナヒーモフを引き、戦意を目指した。戦闘前に艦では元々の重量をオーバーに加え化石祭により、主装甲隊が海面下に没するという状態が生じていた。 このことがオスラービアの運命を決定づけることとなった。1905年5月24日にはフェリケルザムが病により防止したが、そのことは全艦隊に伏せられ、召喚機は下ろされなかった。5月27日、津島海峡においてオスラービアは第二装甲艦隊の機関として三列重隊のうちの左翼戦闘にいた。海戦の始まりにおいてオスラービアは日本側の戦艦と、 装甲巡洋艦系12隻のうちの7隻による集中砲火を一身に浴びることとなった。これは船体の戦闘艦を集中攻撃する日本側の方針や三本煙突で識別しやすかったことが原因とされている。中央の列にいた第一装甲艦隊の最後尾である戦艦を両るとほぼ並走していて、そこからその真後ろにつくべく速度を落としていたため、 多数の直撃弾を浴びてしまった。間もなく艦首の下方はすべて使用不能となり、全部環境は炎に包まれた。船体は傾斜を増し、それは前を走るオリオールの完備の12インチ砲塔から、オスラービアの完備に至るまでの全艦パンが見渡せたほどであった。14時45分には、艦首走行砲座部分に被弾しよ穴が開き、オスラービアは、戦列から落語した。 艦首及び船体は大きく傾斜し、左舷は落語の後10分で水没した。15時7分に日本側がオスラービアの沈没を確認し、オスラービアは日本海海戦で撃沈された最初の戦艦となった。515名近くが戦死し、その中には環境を知りくことを拒んだベール艦長も含まれた。第一水雷艇隊の駆逐艦が救助に駆けつけ、250名が v イ,イに10名ずつが、ブラービーと V ストルイに救助された。その後、ブラービーは、ウラジオストクへたどり着くことができたが、他の2隻は失われ乗員は、捕虜となった。V ストルイは、防護巡洋艦、スベトラーナと共に航行中、追撃を受け V ストルイは航行の自由を失った。スベトラーナと離れたが、防護巡洋艦進行に追い詰められ、 朝鮮半島沿岸で乗員の手によっては破されて、上陸した乗員は捕虜となった。機関が故障した VNE は一等寿命館、ドミトリー・ドンスコイによって撃沈処分され、乗員が移ったドミトリー・ドンスコイも移領島に追い詰められ自沈処分となり、上陸した乗員は捕虜となった。ありがとうございます。